ダフネ・カルー・アナガリジアは、マルタの調査報道ジャーナリスト。ダフネ・カルー・アナガリツア、ダフネ・カルー・アナガリチア、ダフネ・カルー・アナガリチアなどの日本語表記もある。パナマ文書流出によって発覚した、マルタの首相、ジョゼフ・ムスカットの、ツマ・ミシェル・ムスカット、同国官房長官、コンラット・ミッツや、主席補佐官、キース・シェンブリの汚職疑惑を追求してきた。また、 2014年から国外の富裕層向けにマルタの市民権及び旅券を高額で販売し始めた問題とパナマ文書との関連を取り上げていた。アメリカ合衆国の政治ニュースサイトポリティコはガリチチアを2017年最もヨーロッパに衝撃を与えた28人の一人に挙げた。他方、与野党の政治家は彼女を名誉毀損で提訴していた。2017年9月初め、 自身のブログに命を脅かされていると記し、10月には脅迫を受けていると警察に相談し、10月16日、自宅近くで自動車に仕掛けられた爆弾の爆発により死亡した。ムスカット首相は、この野蛮な行為は決して正当化できないと述べ、関与した者に裁きを受けさせるためあらゆる手を尽くす、要治安当局に指示した。 内部告発サイトをイキリイクス創始者のジュリアン・アサンジは、ガリジア殺害に強い憤りを表明、犯人特定に役立つ情報の提供者に2万ユーロを支払うとツイッターに記した。その後、ムスカットの側近のキース・シェンブリ首相主席補佐官が、殺害事件に絡み2019年11月26日に逮捕され、 また、コンラットミッツェ観光省とクリスチャン・カルドナが、経済、投資、中小企業省が警察より、聴取されるなど政権を揺るがす事態となり、ムスカットに対する首相辞任の圧力が強まった。12月1日、ムスカットは、即時の辞任は否定したものの、翌2020年1月12日の、労働党党首選挙にて新党首が選出され、次第、首相を辞任すると表明した。 ありがとうございます。